やあ、司くん。俺はやらんぞ。おや、僕はまだ何も言っていないよ。様式は違うけれど、あれも一種のショー。いい勉強になると思うし、どうかな。ああ、でも、俺はやらん。と言っていたっけ。話も聞かずに悪かった。俺もぜひ行かせてもらおう。そうでなくちゃね。じゃあチケットが取れたらまた連絡するよ。やあ司くん、この体に優しい野菜サンドとそちらの高カロリーな生姜焼き弁当を取り替えないかい。急に来てまた無茶苦茶な取引だな。そんなの応じるわけないだろう。そんな、つまり司くんは野菜サンドを食べて僕がもだえ苦しむ様を見たいんだね。ああ、なんて無慈悲で冷酷なんだ。人聞きの悪いことを大声で言うんじゃない。お前はただ野菜が嫌いなだけだろうが、この偏食仮面。やあ司くん、これからお昼かい。やあ司くん、君も花見かい。やあ司くん、最近刺激は足りているかな。は、唐突にお前は何を。なんだ今の爆発音は。おや、司くんじゃないか。おや、司くんじゃないか。勉強道具を持ってどこに行くんだい。